にちは。2020年6月12日ということで、本日はファーウェイ P40 Pro の発売日でございます。届きませんでした。届きませんでした。これ私発表日に予約してますからね。発表日に予約してます。で、今キャンセルしちゃうと次回お届けはもう未定になってる感じで、これ数量限定でこのワイヤレスイヤホン付きが、あったんですよ。で、それがこれが付いてくるみたいなんです。で、引き入るんでっていうやつなんですけど、発売日に届きませんでした。いつもと画角違うでしょ。これ Google Pixel で撮ってます。 Google Pixel で撮ってる。 GMS 強いよね。序盤、中盤、終盤、隙がないと思うよ。でも、HMS、負けないよ。P40 の駒が躍動する動きを、ぜひ見てほしいね。というわけで、Google で撮ってます。Google で撮ってます。そして、漏れてますよね。漏れてますよね。これ、ファーウェイの、Mate。で、昨日までね、なんかこれで大遊びしたんだけど、メイトの、ところが出してるビューティープラス、アンドロイドアプリでカメラで検索してください。上に出てくる、超上に出てくるビューティープラスで撮ってます。お前許さんぞアマゾン、3日遅れ届かん。おっと、いやらしい写真がいっぱい写ったらやばいからね、これね。まあ全然写って大丈夫ですね。なので別に私がさめくってる写真とかどうでもいいからね、今度はね。結局これだわ。届くまで毎日撮るから。毎日撮るから。ね、毎日撮ってやんよ。しかもね、P30 で撮るんじゃなくて Google で撮ってやれ。Google の端末でビデオ撮ってるから、これ今撮ってるのはピクセルですからね。これ画角広いね、ピクセルすごいね。私毎日これで撮ってるんですよ。常にこれ起動されてるんですけど、で私メインカメラ、テンスなんですよ。私最強のスマチューバーなんで、こんな DH カメラこんなにいらないんで。というわけで届きませんでした。またお会いしましょう。ビディでありがとうございます。バイバイ。